まあ、ここは一つ大人の対応でってことで。お金にクレッシェンド。はい、今回は音楽家も最大30万円の経産省の一時支援金の方ですね。これの不備のやり取りで困ってたらというお話をしていきたいと思います。今日のお話困ってます。経産省のね、まあ、一時支援金で、まあ、本当にいよいよ大詰めだと思いますね。不備のやり取りをしている人がね多いかと思うんですが、その中で一番多く、質問相談を受けるのが取引先情報一覧というのに、ね、これになってきてるんですね。なのでこんな感じで対処してみようよというお話を今日していきたいと思いますね。で、これに関してなんです。今日のこのね、レジュメなんですが、 PDF っていうのを音楽の LINE アットっていうのがありまして、こちらの方で、登録してそれでちょうだいって言っていただければお渡ししております。過去の動画の PDF300 個ぐらい入ってるかな。こういうね音楽の LINE アットっていうので、Google ドライブのリンクをお渡ししておりますので、こちらの方ぜひですね言っていただければと思います。下の方に貼ってありますリンクとかね、それからアカウント名貼ってありますので、そちらの方でクリスさんちょうだいと言っていただければプレゼントいたします。そして同じくこの LINE アット、同じ LINE アットなんですけど、質問とか相談をしていただければクリエイターが直接お答えしますね。もう一つ一つ全部このチャットで、この目で見てこの手でチャットでお答えしております。まあもうちょっとね後で詳しい案内はしますけれども、これ興味ある方はぜひちょっと下の方見ていただいてね、登録してちょうだいとかって質問相談してみてください。さあ本編入っていきましょう。こちらですね、経産省とのやり取りでね、不備のやり取りをしている方も結構いらっしゃると思うんですね。今結構ピークですね。一番音楽への質問で多かったのが実はこちらです。取引先情報一覧についてってやつなんですけど、これまあまあこの紙ですね、これ見えなくて大丈夫ですよ。まあ、なんか一応出しときましたけど、こんな見えれば、俺この距離でも結構きついわ。ね、一時支援金にかかる取引先情報一覧ってやつなんですけど、過去、まあ、個人事業者等向け、まあ、個人事業者の方多いと思うので、ね、A42 枚になっております。で、これちょっとですね、この辺をちょっとアップにしてみたいと思うんですけど、特にね、不備のやり取りで多いのは特に2箇所ってことになってます。で、1箇所目は、この1ページ目の下のここ、カッコ2ってとこなんですけど、不要不急の外出移動の自粛等による影響で、12345どうあれですかって。で、ちょっと、これね、もう本当、わかりにくい。これ本当に何度見てもわかりにくいんですね。で、何番かに丸つけて、で、ここで一発アウトないんで、とりあえずここかなってとこにつけて丸してみ、出してみましょうという話を前にしました。で、出してみたら、まあ、不備でちょっと直してもらえますかという問い合わせが来てるんですけど、どうしたらいいですかって、いろんな方、ね、本当に、たくさんの人たちとやり取りをしていると、どうやらですね、一つの解決方法が見えてきたというわけで、シェアします。はい。本当にどれに当てはまるのかが、もうさっきも言いましたけど、わかりにくいんです。俺が見てもわかりにくいって。ねえ。なので、もう最終対処法です。最終対処法としては、相手、つまり経産省のね、係の方ですね、係の人が、ここじゃないですかね、あなた様はっていうふうに言ってきたのが、このね、過去のこの01、02、34、5といろいろあると思うんですけど、ここじゃないですかねっていうふうに結構言ってくれるそうです、メールとかでね、っていう人が多いです。なので、そこですね、みたいな感じで丸をつけてくださいって、これも、まあ、どうしようもない言い方ですけど、まあでもそれがね、ご指導ってものですから、そうですねって、やっぱ違います。違います。過去2番じゃなくて、過去4番です。とかっていう場合じゃなければ、ね。そうかも。過去3番。3番ですよ、私。まるってプッて出してみて。こういうね、まあ大人の対応って言いますかね。こういうのもありだと思います。はい。ね。そして次ですね。2個目。ね。2個あるうちの2個目です。に関しては、これ、まあ、2ページ目の、3の取引先情報っていうのになるんですけど、これですね、ちょっとレイアウト的にはこうなってまして、で、3番の中の、括弧1番が2019年、括弧2番が2020年、括弧3番が2021年ってなって、まあ、レイアウト的には同じです。なので、今回は2019年の見ますけど、2020年に関しても、2021年に関しても、同じように書いてくださいということですね。で、ここをよく見ると、ちょっとですね、この辺にいろいろ文言が書いてあって、ちょっとピックアップしてみます。ここを見てもらうと、例えばここだったら、取引先が1社のみの期間は1社のみの記載で OK ですよって書いてあるんですね。ここですね。取引先が1社のみの期間は1社のみの記載で OK ですよって。そっか。じゃあ取引先の期間、これ1月から3月かと。この場合1社しかないんだったら1社だけ書いとこうっていうふうにね。まあ、そのまま文字読んだらそう見えますので、1社だけ書きましたって人がいっぱいいると思いますよ。俺もそれで正しいと思います。
そして例えばここですけれども、複数回行った取引先は書いてくださいって書いてあるんです。ここに複数回行った取引先ってはっきり書いてあるんでね、はっきり 明記してありますから、複数回ってのは2回以上です。だから1回しか取引してないところは書かなくていいんだなっていうふうに読めるわけですね。でもちろん経産省さんの方もそれで OK って言ってるんです。 OK って言ってるんですけど、ちょっとまあ言ったらお願いが入ってます。お願いです。これは経産省さんからのお願いです。どんなお願いが入ってるか、例えばですよ、その月じゃなくても近い月とかの取引先、つまり1月から3月って書いてあるのに、ここに1社のみだったら1社なんですけど、ここ空欄になっちゃうのはやだな、経産省やだな、書いてくんないかなって思ってるわけです、経産省はね。そうなんですって。だからでも1月から3月まで取引先1社しかないんですよって方は結構いらっしゃると思うんですね。っていう方でも、その月じゃなくても近い月、まあ、例えば4月とか5月とか、なんかいらっしゃる、なんか書いといてもらえませんかね、これ2行目とかに書いてもらうとすごい助かるんですけどっていうスタンス、お願いですね。これだから経産省からのお願いっていう感じです。そして複数回じゃない取引先、だからさっきのだったら2回以上、複数回ってのは2回以上です。1回しかなんて書かなくていいんだよねと思いきや、いやじゃ1回とかでもできたらこう埋めといてもらえると経産省助かるんですけど、ダメ、書いてこういうスタンスでお願いがまあ来ております。お願いとは言いませんけど、いわゆるお願いが来ております。さあなのでここでですね、まあここは一つ大人の対応でってことでね、どうしても嫌だって、そんなない複数回って書いたんだから、複数回ね、1回の書きませんよって人は、それはルール通りだからそれでいいと思います。だけどどうしても嫌だとかじゃなかったら、まあ音楽のおすすめとしては、まあ別に害ねえしなと、被害ねえしな、デメリットねえしな、損しねえしなってことで、ここはさっき言いました大人の対応でね、一つですね、相手が望むように、経産省が望むように、経産省困ってるんだもん、そうか、わかった、心優しい音楽家の私としては、僕としては助けてあげようじゃないか、チロリンみたいな感じで相手が望むように、まあ、2行目書いてあげようかなーって、本当は4月とか5月の取引先なんだけどなーって、本当は複数回なくて1回だけなんだけどな、君が望むなら書くよみたいな感じで書いてあげるのもまあありかなというふうには思いますね。取引先一覧に関してですね、不備のやり取り、こんな感じでまあぜひ乗り切っていただければなというふうに思う。ここまで来たらもう本当ちょいでね、人によっては30万入るんでしょ、いやもうちょっとだってもう一息だってね、大人の対応時には必要。さあこんなわけでね、本当にいよいよ大詰めだと思いますね。これを見ている方の中にはギリギリ申請組の方もね、今ギリギリでなんとかみたいな人もいると思えば、不備でもうちょい組もいると思いますね。いろんな方がいらっしゃると思う。まあ不備でもうちょい組が今日のねこの本題には当てはまるかとは思いますけれども、さあ締め切り間際ですね。締め切り間際についても音楽家さんのすごいいいところ、強いところですねこれね、まあ、もちろん、本人は出したいんでしょうけどもね、はい、わかりますよ、わかりますけど、だけど締め切り間際に強いので音楽家さんのいいところって俺は本当に思ってますね。ところもともといいところに持ってきて、あなたのお金のクレッシェンドルがブーって上がり続けておりますので、あなたのお金にクレッシェンドルを信じて、ぜひこのね、一時金一緒にやっていければと思いますし、この後もほら、月次とか AFA とかね、持続化保証がいっぱいあるんだ。一緒にやってこうよ。まだまだ先は長いぜ、ベイベー。ってことでね、今日のお話はここまでにいたします。最後に、ね、音楽LINEアットのご案内をしておきます。この動画はね、パワーポイントでまあ動いておりますが、このレジュメ PDF、データ変換したものですね。こちらを、音楽のLINEアットというのがありまして、そちらが下に貼ってあります。リンクが貼ってあったり、アカウント名書いてあったりするので、そこから何とかたどり着いていただいて、クリさん、レジュメちょうだいよと言っていただければ、過去のレジュメが、まあ、300件ぐらいかな、300個ぐらいかな、入っているものを差し上げております。Google ドライブのリンクで差し上げております。ね。で、同じこのLINEアットで質問とか相談ができます。栗原に直接。今のところにはなりますけど、全部この目で見まして、全部この手でチャットで返しております。ただ一人でやってるんで、今2日待ちぐらいかな、今そんな感じです、大体そんな感じですね。なんとか翌日お届けぐらいにしたいなと思ってますが、今2日待ちぐらいですかね。それでもいいよという方ね、過去ちょっと最大2週間ぐらいお待たせしたこともあったんですけど、それでもいい、ちょっと待つから質問答えてって方は遠慮なく質問相談お寄せくださいね。
はい。で、最後にちょっと、2つお願い、いい、ちょっといい、ちょっといい、それだけしてみるね。チャンネル登録ってのがあります。この辺になんか出てますかね。それです。それをちょっとしといていただけるとね、ものすごく嬉しいんです。そしてもう一つ、もうワンクリックしていただければ、下の方に見えますか？高評価、グッド、よかったぜって、ああ、それです、それです。それをしといていただけるとものすごい嬉しいんです。はい。はい、ありがとうございます。ね。そういうわけでまた他の動画でお会いしましょう。